関係あるんだけどさ、はいはい、どうすか松本人志。おい、だいだい来ると思ったよ。それやったから、いきなり来ますよね。俺ね。どう松本人志。いや、ちょっとこれめちゃめちゃ、キーザーで YouTube 儲かったんすけど。で、誰かが言ってたぜ、松本人志について投稿してる。俺もだから、松本人志語ったら、もう多分200万ビュー超えてますよ。いやいや、松本人志の話を今日するみたいですよ。皆さん見てください、ね。いや、結局、なんか、みんなあれ儲かるんだよね、多分ね。で、文春も儲かるし。結局みんな儲かるからやっちゃうんだよね。そう。いや、だから、あれどうですか編集者としては。だから、茂木さんツイートされてたじゃないですか。なんかしてたみたいね。文春の、うんうん、あの、新谷元編集長とかの。彼が言うにはファクトだって。ファクトだって。って言って、彼はね。僕、新谷さんめちゃめちゃ尊敬してて、かつて。一緒に何回も飲みに行って、それこそ堀江さんと、あの、お前、美濃は違うよとか言われても、うん、いや、出版文化において週刊誌っていうのは大事なんですって言い返してたぐらいの男なんですけど、やられたらマジムカついて。え、なんかやられたんでしたっけ。やられた、セクハラ不倫疑惑。僕、やってもいないのに書かれるってあります。あれやってなかったんですか。やってない。ファクトはやってないし。やってないの。あとこれ相手の方が、あれは文春オンラインに洗脳されて言ってしまって、美濃さん悪くないみたいなことを急に言い出してるんです。これは別にだからどうっていうわけじゃなくて、もう文春が作りたいファクトを集めてるだけで。ああ、人間の認知能力って意外と適当で、うん、最近あのやっぱ LLM が出てきて、うん、すごいそれをよくさらにそう思うようになったんですよ。めちゃくちゃいい加減ですよ人間って。まあ、そうですよね。すっごいいい加減に、だからファクトって、だから検察とか警察に、まあ僕検察に捕まっていろいろこう証言させられるんだけど、要はその時も3年前とかのことなわけですよ。うんうん、3年前のことなんか覚えてないじゃん。うん、はい。そんな細かいことまで。しかも思い出変わるからね。思い出って変わりません？あ、変わる変わる。その、僕ね、いつも例に出すんだけど、36時間のアドベンチャーレースって出てるんですよ。で、睡眠時間が足りなすぎて、24時間ぐらいすると幻覚を見るんですよ。本当に山の中に人の顔が見えたりとか、人によっては家が見えて、家から手振ってるとか、これが非常に鮮明に見えるんですよ。怖いっすね。だってそれは人間、自分の記憶があるから、本当にここにいるんですよ。まあ、おっしゃりたいことはよくあります。わかりますよね。はい。だから幽霊って手足ないって言うじゃないですか。うん、だから手足まで見えるんだよね。あ、違う。本当にはいないから、うんうん、手足とかもどうでもいいじゃんみたいな感じで飛ばしてんだよね、情報を。はい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 。だから幽霊って手足がないし、こう触ってもなんか触れないみたいな。まあ、俺ファクトって本当に一つじゃないんだよね。一つじゃないし、うん、変わるっていうね。本当にそこにそういうことがあったように、うん、記憶を変えられるってことですよ。しかも、うん、文春の悪どいのは、うん、あいつらちゃんと頭いいし取材能力あるから、うん、信じてるわけじゃないんですよ。10個のうち3つこのファクトをだけを選べばこいつ悪人にできるって言って7個をちゃんと取材して捨ててるんですよ。これがすごい構造になってて、こう言うとそれセカンドレイプですよねって言われるから、もっと何も言えなくなっちゃう。で、実際そうだから言えないけど、この構造って一回なんか女性に言われたら絶対勝てないですよ。なるほど。セカンドレイプって言われるんだ。あ、そうだよ、ね、そう。今なんか流行ってるらしいですよ。僕二人の起業家から聞きました。なんて。あれは同意してませんでしたっていう連絡が来る。あ、それどうすんので、裏に絶対反射的なやつがいて、ちょっと港区女子的な子に、お前なんか有名人とやったとかしないって、今、あれ同意じゃなかったって言えよって言ってて、ああ。週刊誌に行こうか悩んでるんだけど、話し合いしてくれたら、行かないでおくみたいな。いや、それでも再現ないでしょ、きっと。お金引っ張ったらね。そう。でも、うん、普通の経営者としては、言われたら終わりだから、うん、その、刑法でどうとかっていう話じゃないじゃないですか。レピューテーションリスクがあるから、ね。いやいや、そうそう。だから、松本人志さんの件ってまさにそうじゃない、うん、そう。あれはだから、あえて刑事告発できない案件を選んでるよね。そうです、ね。だから。そうか、状況として刑事事件にはいかないと。刑事事件だと多分証拠構造的に絶対勝てないと思いますよ。勝てないっていうか、その、有罪にできない。有罪ではないですよね。だから、でも、上場企業の社長とかテレビに出てる人は、うん、やっぱ、イメージが悪かったらアウトの部分ある。だってさ、あれ、小沢くんが一番かわいそうだよね。まあ、なんか休養しちゃったね。うん、僕、面識ないですけど、堀江さん、そういうキャラじゃないって言ってました。スピードワゴンのね。そう、スピードワゴンの小沢くんとか、別に小沢悪くねえじゃん。あと、今田耕司さんとか今、なんか言われてるの知ってます？何を？え、
なんか今田さんが松本さんの件バラエティ番組で言われて、うん、そういう人じゃないけどなって言ったら、うん、俺あなたに女性献上しましたけどっていう売れない芸人みたいなやつが出てきて、今田も悪だみたいになってんだけど、うん、ちゃんと切り分けた方がよくて、法律違反なのか、うん、エロい遊びが好きなのかって違くないですかみたいな、うん、ねえ、ねえ、いやでもすごく僕はお二人はほらもともと文春に対しては厳しい。でごめん、俺は箕輪君と違って、うん、セクハラなんちゃらでやられたことはないんですよ。とりあえず名誉のために言っときますが、なんか別のあった記憶が確か軽くあるんです。先生、僕は特になんかそのそういう、そういうのとは違って、ちょっと違うやつだった、ね、うん、違う、熱愛だけ。熱愛だよね、うん、熱愛はいいと思うんだけどね、うん、そうか、じゃあ、あれファクトじゃないんだね。いや、ファクトなんです。これが難しい。いや、ファクトなの。要はあ、お付き合いはしてた。いや、全くしてないし、まあ、言いにくいな、そうだ、まあ、それ言うとまたなんか、うん、あの、まあ、いろいろ、まあ、じゃあ、うん、特にそんな大したハレーションがない話で言うと、うん、餃子屋とかそうだよね。要は10個あるファクト。いや、でもハレーションありすぎでしょ。これ、うん、うん、違う違う。だから餃子も、うん、あれはまあ週刊女性とかがやってたんだけど、うんうん、あとあれね、あの、なんだっけ、グッドラックじゃなくて、グッドラックか。立川さんね。立川志らく。志らく。そう、志らくがずっとやってたんだけど、あれも結局その TBS とか週刊女性は10個あるうちの7個捨ててんね。そうそう、まさに。例えばあの店主がもう書いてたブログとか見るに耐えないひどいものなんですよ。あ、そこはもうスルーしてんのね。そう、もうマスクしてこなかったやつは死刑だぐらいのことは書いてあるわけですよ。うん、全く同じ構造です、うん、要はそれは友達はとか知ってるから、いやあれで書かれるのひどいねとはなるんですよ。もう僕の件じゃなくて一般論として、例えばその女性がそういう飲み会毎日のように行ってただったら印象変わるじゃないですか。それで怖いとかってないよねみたいな、うん、もう例えばね、うん、でもそれを知ってても文章は書かないってことは選べるんですよ。まあね。で、そうそう、だから同じで餃子屋がとんでもねえブログを書いてたっていうのはみんな知ってるわけですよ。でもテレビを見てるような奴ら知らないわけですよ。そうか。これ、それを言うと、そこをしかもさ、言うと叩かれるんですよね。しかもそれが、いや、奥さんがあの件で、そのね、ちょっと休ん、ね、体調子悪くなったとか、要は精神を病んじゃって、休んでますとか、弱い者いじめだって言ってんじゃん。あれは明らかに、あの旦那が嫁を、いじめてるよ。なるほど。すごい一言。この場所大丈夫？いや、ダメだよ。いやいや、俺、だって、だから、あれ、実家に引っ込んだらしいんだよ。うん、ああ、旦那から離れてね。僕も追いかけてるけど、うん、だから俺、よかったなと思って、それは。逆に。幕開けイベントって、さっき方向性が決まるって言ってたじゃないですか。今日ね。これ、もう方向性決まっちゃいましたね。決まっちゃったね。ファクトを書くってのはいいとして、10あるうちの3つのファクトを選んでるっていう時点でバイアスがあるってことね。そうです。だって、ということでしょ？これってすごい面白いですよ、うん、全く同じ出来事を、うん、超この人を悪毒してくださいっていうお題を与えるのと滑らない話にしてくださいってお題を与えるのと全然違う文章ができると思います。そう、だからこれね、別に週刊文春に限らず特捜部とかもそうなんですよ。なるほど。例えば僕が粉飾決算で捕まりました、ユーザー判決受けて、実刑判決受けて刑務所行きましたよね、うん、ね、あの時に何て言われたかっていうと、赤字を黒字にしたって言われた。